無線親機の底面を確認します。セットアップカードを抜き取ります。セットアップカードまたは底面に記載されている SSID と暗号化キーを確認します。パソコンの画面右下のアイコンをクリックします。先ほど確認した SSID と同じ SSID を選択し、接続をクリックします。セキュリティキーを入力する欄が表示されたら、先ほど確認した暗号化キーを入力し、OK をクリックします。無線接続が完了したら、インターネットエクスプローラーなどのブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。